自分の日常が戻りましたっていう感じですかね。まあ、やはりあのシーズン中は本当にサッカーを本当に、まあ、シーズン中はというか、まあ、まあ、なんていうんですかね、常に考えてますけども、1年ぶりっていうのはあれなんですけども、まあ、昨日家族も、来てくれて、まあ、今年一度も戻ってないっていうところもあり、あの目の前で僕の家で、まあ、家族と食事をしている時に、あ、これって僕の日常だっていう、はい、そんな感想だったので、まあ、でも、もう今朝始発で帰って、ここに戻ってきたら、また新たなというか、いろんなことを考える、今までのこれまでのサッカーというものとつながった自分の日常にまた戻ったなという感じです。そうですね、やはり、いい結果というか、まあ、勝っている時でもそうですし、トレーニングの雰囲気であったり、まあ、本当にそういう本当に当たり前のことで、やはり自分のこう気持ちっていうものも、わずかながらかもしれませんけども安定的にもなりますし、まあ、選手と大きく衝突したっていうことはあまりないですけども、やはり選手はどういうものかっていうのはある程度自分でも理解してますし、表には出さずとも、やはりそういう表情や、なんかこう、少し、そういう雰囲気がチームにこう、なんかこう、広がってる感じを見ると、やはり私もやっぱり少し落ち込んでしまうというか、ちょっと考える部分もありましたし、まあ、本当にいろんな意味で、なんですかね、まあ、いい意味で、こう、揺さぶられながら、やってたというところもありますので。いい経験というよりも、まあ、本当にこういうのが当たり前であって、とにかくそれが、まあ、自分の中では楽しさでもありましたし、本当に、まあ、充実した、時間を本当に過ごさせてもらったなっていうのが あってるかもしれません。いや、もう本当に率直に嬉しいです。で、まあ昨日最後、スタジアムで少し、お客さんの前でちょっと話もしましたけども、まあ、僕の方から積極的に絶対に必ず J1 行くぞと、優勝するぞと、まあ、そういうのはあまり言いませんでした。で、まあ、言わないっていうのも、まあ、僕はどっかで言った方がいいかなって気持ちはもちろん持ってます。ただ、本当に彼ら の, 表面上ではなくて、本当に心の中に自分で考えて、自分でその景色を、こう映し出してほしいっていう思いがあって、でそれがあればみんな何をするべきかっていうことは多分必然的に分かるんである。何をする、これを達成するためにこれをやってこれやってこれやってっていうような、まあ少しこう回りくどいというか、やることがいっぱいあって、なんか最終的に聞いたら何がするんだっけっていうよりは、本当に一枚の紙でもいいですし、一枚の一文字でもいいですし、絵でもよかったですし、まあ、本当にそういう中で彼らに本当に響いてほしかったという思いで、まあ今年はその一枚の写真からスタートしたというところで、まあ、本当にそれにみんなが本当に応えてくれたっていうところの本当に喜びが、まあ、本当に一番今は強いですし、まあ、本当に全員にそれが届いたかわからないですけども、ただ本当に全選手がやっぱりそこの目標に向けて日々のやはりこう家での生活は見えませんけども、本当にいろんなものに向き合ってくれてたっていうのは確かだと思っているので、非常に嬉しい気持ちでいっぱいです。いや、もうでも僕はそのあまり最終形というのは作ってません。はい、こうやってこうやってっていう、その自分で何かというよりも、ある程度こう今何をするべきかっていうところを見ながら、そこの一番少しちょっとこう届きそうな遠さといいますか、先というか、まあ本当に今やってることっていうのは多分おそらく本当にこの先のため、未来のためって言えばあれかもしれないですけど、なので、まあそこをにこう注力せずに先ばかり見ていて、そこから逆算しすぎるとなんかこう物事がちょっとうまくいかないのかなっていうような感じもありながら、なので、まあ、本当に遠くは見すぎずだったので、本当にスタートのまさかの展開ではありながらも、
ホテルで缶詰というような状況からスタートしましたけど、やっぱ周りはみんなこの時間を早く取り戻そうっていうわけですよ。でも僕の中には全くなく、取り戻す必要はないと。ここからのスタートなんで、ここからスタートをしっかりして、焦る必要は全くないという中で、まあ、スタッフとも話をしたので、なのであんまりこう自分がじゃあ最終的にはこうなりたいというのはもちろんありますけど、そういうものから常に何かお客さんするよりは、自分がこう今少しちょっと先、ほんのちょっとだけ先を見ながら、まあ、そこにどうやって持っていくのかということを考えると、それに、まあ、僕がうまくできたというよりも本当に選手がしっかりとそういうものに応えてくれたというのが一番大きいと思います。まあいろいろあると思いますけども、まあ、僕らが本当に目指しているものっていうものに対して、彼らは本当にそれを諦めることなく、やはりしっかりと見据えてやってくれたと思いますし、まあ、言葉として一つ伝えたのは、僕らがやろうとしていることは簡単なことじゃないと、もしかしたら本当に特別なことだよ、だとしたら普通の環境じゃできない、特別なことを成し遂げるんだったら特別な環境を作ろうと。じゃあそのために大事なのはトレーニングです。僕はもうそこを徹底して伝えて、まずトレーニングの景色変えましょうと。これは週に1回だけ皆さんに公開している日がありますけども、さらにもっとその先を僕は選手にはもっともっとこう伝えている中で、どこのチームも練習なんとかみんな必死にやってるし一生懸命やってるんだ、じゃあどこで差をつけるか、そのどこで差をつけるかっていうところにやっぱ目を向けることが大事だというところでは、そういう意味では本当にこうサッカーに取り組む姿勢っていうとちょっと失礼ですけども、でもやはりその本当に目標から何をするべきかっていうその優先順位をつけた行動や姿勢っていうものをしっかりとこう見せてくれたので、そういうところが成長したっていうとなんかなかったみたいに聞こえますけど、もともとあったからこそできるので、まあ、そういうなんか少しだけこう雰囲気というかそういうものが変わった印象は、まあ、自分の中にはあります、ね。まあ、でも最初からスタートからすごくありました。でラッキーだったのは僕も昨年1年コーチという立場で本当にいろんな選手と関わらせていただいたので、もう選手がおそらくですけど、あ、イキさんはこういうサッカーやるなっていうのを多分分かってくれてたと思います。なので僕は一から説明する必要があまりなかった。なので彼らも、どういう心構えでっていうところも一から準備する必要はなく、まあ、それは多分僕が残り組の練習を見てたんですけども、その練習をまず経験している選手がまあたくさんいるっていうのと、それを話して聞いている選手がいっぱいいるというところがあるので、まあ、そういう話を聞きながら選手のこう選手から選手へというふうにこう伝わっていくというところがあったので、本当に最初来た時に正直やはり練習の強度というのの、高さはあんまり感じなかった。で、まあ、試合に出る選手と出ない選手での差というのはやはり試合に出ないと縮まらないです。練習だけでは絶対縮まらないです。でも練習で少しでもそれをやっぱり縮める努力をしようというところで、本当に最初の頃は7人、8人ぐらいで練習終わったら9キロ走ってるとか、本当に試合と同じぐらいの強度を保った中でのトレーニングっていうのは最初の頃はしてましたけども、やはりこうその習慣がやはりなかったので、これを続けるとやはり怪我につながるということも感じたので、まあ、徐々にその強度をできるだけ落とさずにっていうところがあったので、まあ、そういうところで、あ、この人が練習やるとこうなるんだなっていうのは、なんか少しずつうっすら、ある選手からはもう、あ、イキさんも大体分かりますっていう感じで言ってくれた選手もいるので、じゃあ説明する必要ないの、そうだよっていう、こういう会話をした選手もいるので、そこは非常にラッキーだなというふうに思います。いやー、あまり自分ではそういう、あ、ここだっていうところは、そんなに正直、なんかあったかなっていう感じですね。まあ、でも本当に大事な時の彼らの集中力とか、
試合の当日のホテルのミーティングの時にセットプレーだとか相手の分析 の担当の話をコーチに話をしてもらうんですけど、その時僕いつも選手の後ろにいるんです。でその時の選手の背中を見ると、あ、今日はちょっと緊張してるなとか、山形戦の時にはみんながガチッとこう背を伸びた、背筋伸ばしたまま、もうみんなが同じ背中をしてたんですね。あ、これ緊張してるなって僕は思いました。合ってるか間違ってるか分かりません。でもこうふとこう考えると、意外にこう中にはこうちょっとこう崩れてるというか、まあ、ちょっとリラックスして何か頭かいたり、ちょっと自分のこういうところを気にしたり、聞いてるのか聞いてないのか分かんないようなのがいたり、でも意外になんかそういうちょっとリラックスが見えるような時っていうのはすごくいいゲーム、まあ、今シーズンは非常に多かったんですけども、そういうゲームの時っていうのはなんかそういうのが後ろから見てるとこうあったので、まあターニングポイントっていうか、一試合一試合の中で、あ、今日のゲームはもしかしたらこうなりそうだなとか、でそういうものをなんか選手自身たちも、選手自身でなんかこう一つ一試合一試合の中でこう大事にやってきたのかなっていう感じはしますね。だからこの試合でっていうことはあんまりちょっとすみません、ないかな。まあシンプルですね。嘘をつかない、はい、真摯に向き合う、はい、もうそれだけです。いや難しいですね、本当に。答えるなら今ちょっとないですけども、まあ本当にでもどの試合の中にもやはりそういう瞬間っていうのは非常にありましたし、まあ、勝ってる試合でも負けてる試合でもなんかそういう、あ、そう、こういう瞬間がもっとあるといいなとか、こういうことをやってると勝てるなとか、今の相手の状況を考えるとこういうのをどん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 やっていくべきだなとか、なんかそういう感じでこう今は思ってる感じなので、これという感じのゲームっていうのは、まあ、正直、ないですかね。すいません、あればいいんですけども、すいません。そうですね、まあ、リーグ終盤にかけて少しずつこう、まあ、見えた部分もあり、ちょっと全部コンセプトの話になってくるので細かく言うのはあれなんですけども、まあ、その我々がやってきたコンセプトの裏側にあるのは、まあ、例えばボールを保持しましょう、でもボール保持だけじゃなくて前に早く進みましょうっていう、そのスピード感といいますか、その優位性をどう生かすかというスピード感というのはもっとさらに上げていく必要があるかなと。ただボールを動かしているだけじゃなくて、どこに本当に優位性を作っていくことができているのか、もちろんそれは戦術的な話になってくるんですけども、そこへ到達するスピード感というのはもう少し上げると、まあ、さらにもう少し、もう少しというか、さらに良くなっていくっていうような、印象は自分の中にはあります。いや、本当にリスペクトしすぎないと。我々できるんだ、なんだとか、そういうことではなく、やっぱり自分たちはこのスタイルで、まあ、J2 のステージをなんとか乗り越えることができて、新たなステージ J1 というところに行くんですけども、それ用とか、やっぱりよそ行きのことをやっぱりやることはできない。やはりこれをどう進化させていくのか、それをこれをどう、次のステージで、いいものにしていくかというところが大事だと思うので、まあ、もちろんこの試合は勝ち点を落とせない、まあ、簡単に言う、まあ、これが正解ではないですよ。じゃあいきなり5アップになったりとか、なんかそういうことっていうのはもしかするとどこかでは必要なことかもしれません。やるかもしれないですけども、でも最初から初めからそういうふうに自分たちを見失うような変にリスペクトをしすぎて寄せ行きになるようなことだけはしたくないというふうには思っているので、まあ、本当にそういう今持っている自分たちの能力を信じて、そして、次のステージがまた新たな自分の能力というもの、そしてまあより個の部分で言えば強い相手がいるので、その相手がやっぱり自分の能力をまたさらに引き出してくれるというふうに思っているので、まあ、そういうステージのへの挑み方というのをしたいなというふうには思います。いや、特にはないです。で、まあ、常にやはり勝ち負けのある世界なので、ずっと勝ち続けることがやはり難しいですし、まあ、それは不可能だと思っていますし、まあ、ただ
まあ、これも別に僕根本と何かをずっとこう伝え続けるタイプではないんですね。で、実は最初はそうじゃなかったんです。結構グダ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 喋るコーチだったんですけど、やはり自分でいろんなことを学んでいく中で、どうやったら人に伝わるのか、人からどうやったら聞き入れてくれるのかっていうところもあったので、あんまりそのこう自分の中でどちらかにこう針を振りすぎてしまったような話っていう話というか、伝え方っていうのはあまりしてないっていうところは自分では気をつけてました。やはりここで負けて連敗とか、ここで負けたらとか、なんかそういうような言い方も、まあ、まずしないですし、ではじゃあなんか逆にもうこの試合勝たなきゃいけないとか、絶対勝つんだ。もちろん一番最初にもあったんですけど、そういうことをこう逆に言わなきゃダメなのかなと、はっぴかけなきゃいけないとか、そういうのもあるんですけど、自分の中でふっと出てくる言葉が大体今の前者の方を選んでたので、自然とまあそういう言葉になったので、まあそういう意味で彼らもあまりこう何かにこう針が触れるっていうことなく、もしそういう安定感を出せたのであれば、まあそれはそれで良かったのかなと思いますけど、特別何か私の方でこういう時にはこういうことっていうようなことっていうのはあまりないです。もう選手に話す前に何かを準備するってこともほとんどないですし、一度だけ今シーズンはありました。一度だけですけども、なのでもう本当にその時の状況や選手のまあ会った時の表情であったり、そういうものを見た中で、あ、なんかちょっとこうおかしいなと思えば、なんか少し行動する。今ちょっと話しながら思い出したのは岩手戦です。後期 の2戦目の岩手戦、アウェーの岩手戦の時には、まあ、それは連敗をしなかったとは別なんですけど、まあ相手は、まあ、本当に下の順位、我々は、まあ、上の順位で、ウォーミングアップの時にやたらと笑い声が聞こえるんですね。まあウォーミングアップが始まる前ですね。なのでなんか自分がいつも聞こえるそのノイズというか音と違うなっていうのがあって、これもしかしてと思って、たまにはちょっと顔出そうと思って、で僕がそのアップをしている最初の安野さんのセッションのところにちょっとふっとこう顔を出して、まあその場にこう行って選手の顔を見るっていうよりもちょっと姿を現して中の会場に入って、でまた戻ってくっていう、なんかちょっと変だなっていうのがありました。だからそこで、まあ、決して浮ついてたとかそういうわけではないとは思うんですけど、でもなんかそういうのは感じてたんで、まあ、そういう時はちょっとこう自分なりのアクションを で別にそこで集めて話もしなかったですし、ただ僕は無言の大丈夫かいいのか本当にそれでいうようなこうオーラはないんですけど雰囲気を出しながらちょっと歩いたつもりではあります。でも選手に聞いてみてください、え、そうだったんですかみたいな感じになるかもしれません。でも本当にそういうところぐらいですね。なので本当に何かっていうことはあまりなかった。漢字一文字二文字でいいですか？感謝です。もう感謝しかありません。本当に感謝しかありません。本当に、いい選手と本当に素晴らしいクラブ、そういうところに出会うことができた。もうそれが僕は全てだと本当に思うので、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。それはもう最初からありました。で、っていうのも、やはりその選手を本当に戦力にしていくっていうところは、そこのやっぱピッチの経験を早くさせる必要があるというのはもう頭にあったので、できるだけ最初の時期は、まあ、コロナのちょっと影響も出てしまって、コンディションをじゃあそこまでしっかりと逆算して、開幕戦に合わせるっていうところはなかなか難しいっていうのはもう判断できてたので、まあ、ゲームも使いながらっていうふうになってきた時には、そのゲームをじゃあいかに早く、全選手、まあ、極端な言い方で全選手に早い段階で90分のゲームを、もしくは90分に近い時間を経験させるという、要はピッチ実際の本番のゲームっていうものを早くこう経験させるっていうところが、まあ、まずは大きい一つのポイントかなっていうのが自分の中にあったので、まあ、ただやっていく中でもちろん選手の調子もありますし、相手の戦い方とか相手の特徴もあるので、まあ、そういうところも踏まえながら、今の中でのそのローテーションだけにならず、
しっかりとそのそうなるとこうやっぱりローテーションだけを使ってるとやっぱ選手のモチベーションがやっぱりあれですし、どっかでマンネリ化が起きれば、あ次行くのかなとか、あ次は誰が行くんだろうなとか、なんかそういうふうなことはやはり避けたかったですし、そういうつもりでやっていないっていうところもあったので、なのでそういうところでの競争であったり、もちろんなんかこう選手の調子もあるので、まあ、そういう中での起用ですね、はい、明確にあるわけではないですけども、まあ、理論上というか、まあ、いろいろな中であのそういう部分っていうのは大きいんではないかなというふうには思います。ただそれがどこの場所なのかっていうところですよね。攻撃というものをどう捉えるかっていうことです。ボールを持っていることが攻撃なのか、だからやっぱそういうところはでもあの非常に大きなポイントではあるというふうに思います。あの本当に多くのことを変えるというか変わる瞬間とか変わっていく瞬間っていうのは全てののに着手したからっていうわけじゃないと思います。本当にたった一つのことを改善することによって4つも5つも改善されたりするんですね。で僕はそれはあると思っているので、一番最初にやったあのビルドアップ、まあ、ちょっとお話とはずれますけども、ビルドアップの方法を変えることによって、まあ、変えるって言っても極端に何かを変えてるわけじゃないですけど、ちょっと考え方変えようというところを整理すると、次の侵入ルートがまあいいものになって、いいさらにいい攻撃につながっていく。でそのいい攻撃がつながることによって、まあ、例えば人数がかかっている、で今おっしゃったように即時奪回をするような状況ができる。じゃその状況で奪い切る。そうすると相手は出ようとしているんで、ちょっとこう相手のバランスが崩れる。で崩れた中はどこを攻めるか、前を選択しようという話をしているので、そこから前に進んでいく。でそれがショートカウンターにつながってゴールにつながるという話で、ビルドアップが1つ、2つ、3つ、4つをこう少し改善していくというのがあるので、その狙いというよりもそういう、 こう波及効果というか相乗効果というか、まあ、そういう効果というのは あると思うので、全部を全部狙ってとかっていうことではないです。あもうそれはもう練習の中で ある程度、まあ、伝えて、まあ、それに本当に真摯に選手が向き合ってくれたとか、フォワードだからとか、考え方としてはやはりその次の一手を打つために全員が下がってしまったら、やっぱ敵の陣地、相手の怖いところに人がいない、それによって攻撃の、質が下がるとか、もしくは相手もまた即時奪回に遭う可能性がある。でもまあそれも一つあると思うんですけども、逆にそれが戻ることによって我々がこう掲げているそのコレクティブなサッカーというか、人間人の関係をやっぱりこう緻密にすることによって、相手がそこに人数をかけてそこで一つ二つ剥がしたら、今みんながおっしゃっていたようなオープンな世界がパッと広がる可能性があるというふうには、まあ、考えています。昨日の最後のゲーム のボールを堀米キャプテンからどうぞ言っていただきました、はい、飾るっていうもう家に、はい、ファーストウィンのボールも、甲府戦のボールも千葉がなんかあれ本当はいただいちゃいけないでしょ、分かんないですけど、ダメですよね。あ大丈夫なんですか。でそれを、次の日のミーティング、その翌週のミーティングでいきなりサプライズで分かってきて、なんかボール持ってんなと思ったんですけど、なんかいつも違う、何やってんだろうと思ったら、これって言っていただいて、なんか最初の勝ちと、まあ、今シーズン最後の勝ちのなんかボール、まあ、最後のゲームのボールっていうのを、はい、いただいても、サプライズだったと思うんですが、受け取ったときどういう気持ちだったんですか。いや、びっくりしました、本当に。ありがとうございますっていう、本当にその気持ちでいっぱいです。まあ、でも本当に状況に合わせた、最善手を選べる、まあ、そういうサッカーなのかなというふうには思います。まあ、やはりその自分たちの今やっていることの裏側のことを、やはり、まあ、磨きというか、その中で必要性のあるもののスピード感をやはり高めていく。でそこにしっかり的確とした判断というものがしっかり詰まっていく。それがやっぱり次の自分たちの目指すステージなのかなというふうには思っています。あ、今、競技中です。いや、もう本当に感動してました。本当にこういう監督という仕事を、させていただく中で、本当に試合始まる前に、
ベンチから出てピッチサイドに歩いていく中で、本当にオレンジのもう本当に満員というか本当にいっぱいのお客さんのあの景色をあの場からこう見れる、あ本当に素晴らしい景色だなと、まあ、昨日もちょっと話しましたけども、本来持っている、まあ、あのこの、アルビレックス新潟のやはり歴史の中で、やはり常にやはりあの本当に多くのお客さんがあのスタジアムに足を運んでくれる、あのその姿っていうのはあの僕も違うチームにいるときには何度かあのこの会場に足を運ばせていただいたことがあったので、だからそういう景色っていうのがもう当たり前っていうようなところがあったので、まあ、それをあのなんですかね、スタンドからではなくあの場から見えるっていうのはあの非常に幸せだなと、こんなに多くの人にやっぱり支えられてるんだと、プレッシャーではなく本当にこれをなんとかやはり彼らをやはりあのしっかりと彼らの後押しをしっかり受けて本当に素晴らしい試合といい結果をやはりこう報告したり出したいと、なんかそういう思いにこうぐっとこう自分の中でこう熱くなるというか燃えてくるというか、なんかそういう感じをあのいつも受けてます、はい、いやもう自分たちらしさだと思います、もうそこを貫きたいというふうには思っています。ただまあもちろんあのおっしゃったように勝負事なので、どこかではもしかするとこれっていうのは必要な部分というのは必ずあると思います。なので、これもあのシーズン中に何度か話させていただいたことですけども、理念は捨てず、でも手法は柔軟に、やはりそういうのはあの非常に勝負事の中では大事になってくるかなというふうに思います。はい、それではお時間になりますので以上にさせていただきます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。